九州地区私立全寮制男子高校図というトリオの秋月と申します。岩本です。森です。お願いします。ではよろしくお願いします。はい。今日は僕の高校時代の頃の話なんですけども、僕ら3人ともそうなんですけども、高校時代に全寮制の男子高校に通ってたんですね。で、佐賀の山奥、もう山の頂の上に寮があって、そこで3年間生活してたんですけども、そこで実際にあった話で、やっぱり全寮制の男子高校中高一貫なんで、ホモっていう人種がいるんですね。なるほど。被害者というか。で、まあ実名出すとあれなんで、田中山っていう名前で彼の名前にしますけど、その田中山っていう、本物のホモがいまして、で、これも仮名なんですけども、山下山っていう男を好きになったんですね。田中川が田中山と山下山、山下山で田中山っていう、山賊のような男が山下山っていうジャニーズ系の男に恋をしたんですね。で、ある日夜、ベッドにカーテンがしてあるんですけども、山下山、ジャニーズ系の山下山が寝てる部屋に田中山が侵入したんですね。で、そっとカーテンを開けて、山下山の上にまた乗りになって、こうキスをしようとしたんです。その時に山下山は気配を察知したんです。パッと目を開いた時に、田中山が目の前にこうガッて顔があったんですね。山下山は息が止まったって言います。で、大声出そうとした瞬間、山賊の田中山は何か言い訳さないかんってそこで思ったんでしょうね。山下山に、ねえ山下、明日のテストってどこ出ると？って言った。誰が誰に言ったんだっけ？山下山が田中山に。結局田中山が山下山に言ったんです。これは怖かったですね。今思い出しただけでもゾッとしますね。これ実話ですからね。途中山下って言っちゃってましたでさ、山下は本当に山下だけどさ、そこ田中じゃねえから、なんでそこ守ってるの？そこはね、そこは守ってる。本当なんてことなんですか？いやいや、全然どうしちゃダメだよ。